田ゴ新高氏カシ像タ高シンタ五年は、戦国時代の武将、天マ氏の家臣。常久、春久、義久の代まで仕えた父は、岩見国予政上主、田ゴ忠重もしくは田ゴ久秀。で、姉妹は、天子国久の正室として嫁いだ。弟に、田ゴ忠子国、子に、田ゴ重盛という長綱の妻となった娘がいる。また、国久の三男、 天子コ・久の寄り木であったと思われる。天子春久に仕えて、天文九年、吉田郡山城攻めに従軍したが、毛利元成らによって撃退された。天文十二年には、学園児造営を行い、学園児寮の掟を定め、春久の命を伝えている。この後、岩見銀山を守る位置になった、サシ鹿城主となった。天文十三年の元旦に、ガッサンと打城内で、 レンガ史創業を招いた際に歌を読んだことが多語文書に伝わっている。英六元年、元成は川本温東城の小笠原長尾を攻撃した。この事態を打開するために春久は立隆氏らを含めた援軍を派遣したが、温東城は降伏し長尾は毛利氏に仕えた。軍事にも政治にも通じ、教養豊かであった立隆氏は、 初芸17箇条からなる、多ご家カを記しており、自身もその家訓を一生にわたって実践し続けている。その言葉通り、英六5年、辰慶の居城の岩見国史鹿城に、毛利氏が信仰し、奮戦するも落城し自陣した。ありがとうございます。